本山寺の会長に来ました。ちょっとねすごい階段だったんで、そうでもないかな、ちょっと息が切れてます。こちらが本堂ですね。でこちらにですね縁の業者さん祀ってありますんで、今法要がありましてますんでね、ちょっとこちらから参拝していきたいと思います。縁の業者さんですね。で、クジャク明王の会得してそれでクジャク明王だ、クジャク明王ね、こっち、はい、頑張ります。暗い、待ってるけど、あ、海洋王子か、取れないんだよ。あった、あ、取ってる。このね、クジャク明王の会得してですね、空を飛べるようになったんですね。飛んだの。すごい綺麗なクジャク明王。後ろのクジャクの羽が綺麗だね。羽が本当にね、綺麗ね。海洋王子。さっきと一緒だな。そうそう、だってほら、同じだから。綺麗綺麗。またさん。でこれがね、あ、ごめん、前期後期ですね。で電気が消えちゃうの？電気も消えちゃうの？前期後期。あ、こちらは。クジャク明王。クジャク明王綺麗よ。じゃあ前期後期さ。会長。でこっちが暗いけど会長王子。うん、自分も電気持ってくんだったタクシーの中だよ。白いから置いてきたの、はい、ありがとう。見えないよ。じゃあね、会長までの時間ですね、こちらの縁の行者の樹脂の中で雨なんですよ。でね、ここで雨宿りしてます、法要が終わるまで。クジャク明王がすごい綺麗ですね。で、ここ訪ねてくる。この森のずっと奥の中に滝があります。五水の滝って小さな滝なんですよ。それは1400年ぐらいになります。そこに縁の行者さんが入りまして修行されます。21日間の修行されます。その年が修行した、そのここへ来た年が虎の年であった。ほで満行する日は虎の日であった。21日目は虎の刻、3時4時頃に毘沙門天が現れた。ここは毘沙門天です、本尊が。江戸時代の書物には本邦三毘沙門天、鞍馬と市議と本山寺って書いてあるんですよ。これ紛れもなく書いてあるんです。でもね、向こうはすごくメジャー、ね、でも本質はここにある。パワースポット、さっきも聞いてたか聞いてないか分かりませんけども、本尊さんもそれはすごいんですけども、この横に宇賀神という神様、蛇が人間の顔してる、その宇賀神さんがつい最近宮内庁からここに電話がありまして、天皇陛下がこの宇賀神さんのお写真を次の学会、東南アジアで学会があるときに展示させてもらっていいか、じきじきに宮内庁が電話あって、天皇陛下がこの写真を見てこれはすごいと言われて、それでその終わった皇室というね雑誌があるんですよ。その中にもその写真が載ってる。天皇陛下が勉強してこの写真を掲載しましたというところも載ってる。はっきり言ってね、まあ皆さんがねあんまりそんな知らんかったわ、知らんかったわのお寺なんです。でも本質はすごいお寺、もう毘沙門天本当にありがたい。今日はね皆さんが本当に雨の中来られた、その御利益をいっぱい持って帰ってもらいますね。ここは本当に江戸時代庇護を受けた犬くぼは誰でした、
綱吉さんのお母ちゃん、慶長院さん、慶長院さんがね、ここあのリフォームしてくれた。お金大層出して、もう本当に綺麗にしてくれた。ほんでここではね、ちゃんとやっぱ密教の修法してた。ここは1310何年祈願寺なんですよ。ずっと祈願寺、もう本当にね、僕は懸念にしてくださった。ですから徳川の紋所がある。ほんで横にひし形の九つの紋所があるのは慶長院さんの紋所。ほんでここにいらっしゃるのがお前たち、本尊の前に立つ、御前に立つお前たちという毘沙門様、鳥羽毘沙門隊、地天という天女さんが持ち上げてる、またに地天様がいらっしゃる天女様、ほんで持ち上げてる鳥羽毘沙門隊という方、この方がお伺いです。天皇陛下が直々に電話したわけじゃないんだけど、宮内庁からこの方、これね江戸時代の作なんです。でもねあまりにもリアル、昔ね京都放送でね、あ テレビ見物記っていうのがあったんですよ。見ました。ほんでずらーっと見たでしょ。見てきました。ほんでね、三浦淳と伊藤聖子がここへ来てね、ずらーっと本尊さんも見るよ。本尊さんの手が驚かへんかった。三浦淳がここに座って住職が扉開けた瞬間にね、おーって言うたんや。それは何かというと、こんな大きくてリアルな宇賀神さん見たの初めて。あの三浦淳はね、あれですからね、なんじゃイラストレーターですからね、これをやっぱりちゃんとスケッチしてます。本当にすごい。指示に乗る仏って決まってんのよ。毘沙門様じゃないね、文殊様なんですよ。じゃあ文殊様どこにいてる？この上にいらっしゃる。ほってね、この形はね、かの上杉謙信、この形が好きやった。刀が8本、刀八、刀剣の刀と八で、刀八毘沙門天っていうのよ。ほって顔がね、表に1面、2面、3面。ほってこのお寿司をね、木工屋さんが寄進してくれた時に古いの出したのよ。ほったら後ろにもう1面あった、4面。ほってね、いつも扉閉めてるから彩色が綺麗。綺麗。本当に綺麗。綺麗。本当にね、秘仏をね、こんだけね、豪華に見せるお寺ありません。ありがとうございます。あと4人の男の子と、合計5人おんねんけど、4人の男の子と8人のやさ、28人のお次の人、ここには見えませんけど、いらっしゃいます。毘沙門天皇。それ言うてる先、本邦三毘沙門天っていうのを一人。秘仏は本当は見せない。でもここはね、1年に3回扉が開きます。正月の3日、5月の大臣宇賀神祭、ほで11月の大繁盛、この時においでになられる、配仏できます。でも皆さん一般ですから、お昼からになりますけども、時間も限られます。皆さんがお供え持って、また特別に個人で来る時はお供え持ってきてまあそれでもありがたい。本当に毘沙門様です。階段がね、すごいってすごいですよ。本当にね、この階段をずっとね登ってきました。今回のですね、お昼はなんとすき焼きでございます。今ね、火を入れてすき焼き御膳ということで、やっとすき焼きがですね、煮えてきました。なかなかお肉が多くて美味しそうですね。なかなかね、お肉が多くて美味しそうですね、うん。はい、八王蓮華寺に来てます。はい、八王蓮華寺来てます。本当はですね、私が一番最初に来た時は安阿弥陀快慶という認定がされてなくて、で認定されてたら国宝になるかもしれないと言われてたんです。中はね、撮影禁止なので、収蔵庫がそんなに大きくないんで、
分かれて入るんですけれど、違うですねツアーの方もいらっしゃってるんで、今大変混雑している状態です。こちらね、阿弥陀如来誘導会計さん、バスが良くなかったよ、ニュースの時に。快慶が生涯に多数制作した三尺阿弥陀流像の一例、肉身は単下地を施した上に金泥を塗り、着衣は七福仕上げとしています。造高 82.3 センチ、鎌倉時代。単純かつ明快な着衣の衣の彫りなど、快慶初期の作風が濃厚に認められています。